セイフランチェスコ像、国立古美術館所蔵発見のモニュメント、パレットを持つ人物がゴンサルベスであるヌーノ・ゴンサルベスは、ポルトガルの画家。15世紀に活躍し、サンビセンテの祭壇画を描いたことで知られる。6枚のついたてからなる、この絵には、15世紀ポルトガルの各階層、聖職者、貴族、一般庶民といった人々が描かれている。彼の生涯については、 わずかしか知られていない。出生と死没を示す日付は分かっていないが、画家として活動した時期が1450年から1490年の間であることが指摘されている。芸術詩屋は16世紀にフランシスコでホランダによってサンビセンテの祭壇画の原作者であることを指示されたことを参照している。これにより、ゴンサルベスの手で生み出された素晴らしい仕事が知られた。 フーゴー・ファンデルグースの父とついたての絵を共作したと推測されたが、これには確たる証拠はない。19世紀後半にゴンサルベスの作品が発見されてから、画家が絵の中に描いた人物が誰なのかぶつぎを醸してきた。3枚目のついたてに現れる人物が、エンリケ公会王子であるという議論が止まない。何にせよ、サンビセンテの祭壇画は、ポルトガル絵画の行為にある。 アベイロ美術館所像の聖女アナ王女像はゴンサルベス作であるとされている。ベレンにある発見のモニュメントに彼の姿が描写されている。ありがとうございます。